やっほー、モア兼ドビのカダです。レイノーダです。今日は、登録者様200人突破記念の動画を撮ろうと思ってたんですけど、めちゃくちゃありがたいことに、250人を突破しているので、250人突破記念動画にしようと思ってます。ありがとうございます。今日はですね、ちょっと外で撮ってるので少し後ろが音が入ってたりしてちょっとうるさかったりするんですが、まあいつも通りちょっとカフェとかで友達とだらっと喋ってるみたいな雑談みたいな雰囲気で聞いていただけたら嬉しいです。それでですね、今日は250人突破記念で何人喋ろうかすごい悩んだんですけどすごい悩んだ結果、我々の推しグループの、が今までやったステージで私たちが忘れられない、お気に入りなステージを勝手に紹介しようかなと思っております。はい、なのでそれぞれのそのステージの URL を概要欄に貼ろうと思っているので、もし何の話してるんだっていう感じの方はそちらを見ていただけたら嬉しいです。はい、はい、ではでは、まず今日私の推しのトーボーイズと T×T と小田さんの推しのスキズの好きなステージをそれぞれ語っていこうかなと思ってます。まずはじめに私はトーボーイズのお気に入りステージ2つなんですけど、はいはい、1個目がロードトゥーキングダムでやったリビルですね。いや、めちゃくちゃ迷ったで全部ね、小田さんもそうだと思うよ。これ2つなんかに決められるもんじゃないんだよ、だからリビルって感じでしょ。私もなんかリビルでいいかなと思ったんだけど、めちゃくちゃ悩んで、いや全部いいんだよ、もうすでにロードトゥーキングダム全部いいんだけど、まあ、どれかって言ったらやっぱこうどこの代表曲というかだなっていうリビルを選びました、そうでね、一番最初にリビルが始まるときに、なんか絵画の絵の額の中にそのダンサーさんとドボーイズがいて、それが最初絵画絵かなと思って止まってるかなと思ったら動き出すっていう、なんかそこのジオンがマジで綺麗すぎるっていうのと、そのアイデア自体もすごいなんか斬新でいいなっていう風に思ったから、めちゃくちゃ好き で、そうで、なんか途中になんていうのかな、なんていうの、旗みたいなやつではいはい、はい、後ろにこう人が登るというか、めちゃくちゃ壮大な感じのステージがになってるんだけど、それを去年ドボーイズのコンサート行った時に同じ編成でステージをやったのもあって、もう私は本当あれがすごい好きで、その、ね、ステージを見た時に隣の人と今まで一言も喋れなかったのに、そのステージが終わった瞬間だけ2人で、やばかったねって言い合ったのを覚えてるんだけど、はい、それぐらいステージ見るのはすごい圧巻だなと思ってて、で最後の方はさ、全員でこう同じ振りを踊るっていうのが、人数が多いのもあってすごく迫力があってすごい好き。リビルはもちろん全部好きなんだけど、その中でもロードトゥーキングダムでやったステージがめちゃくちゃ好きだなって思ってます。で、2つ目もめちゃくちゃ迷ったんだけど、私はドボーイズの中でもちろんみんなすごい好きなんだけど、ジオン編だし、で結構ジオンへの愛がこう大きいんだが、それで2つ目に選んだのがスタジオチュームでアーティストオブマンスとして、ジオンが一人で踊った、
やつを選びました。はい、そうソロのステージだからちょっとどうしようかなと思ったんだけど、うん、本当にやっぱ私はあれのジュヨンのステージを見た時に、うん、なんかあんまりもう言葉では表現できないというか理由はなく、こうなんかジュヨンが踊るダンスの表現力とか世界観とか空気感とかなんか全てがもう、あもう私はもうこれに逆らうことはできないなっていうのをなんかもう観念した瞬間っていう感じのステージだったので、うん、私にとって結構思い出深いというか、うん、あもうなんか元々好きだったんだけど、うん、あもうマジで無理これは降参だなっていう感じのを覚えたステージでした、うん、はい、なのでめちゃくちゃ悩んだんですが、いや本当そうよねそうだよね、うん、そうだよね、うん、はい、この2つが私はドボイズで今のところ忘れられないステージかなと思ってます、うん、はい、じゃあ次は小田のスキズの忘れられないステージなんですけど、まず1個目が2020年の KBS 歌謡祭で BTS のディオニソスを彼らがカバーしたんですね。でまずその BTS の曲を JYP の彼らがカバーするっていうのも結構珍しいなって思ったし、でまだその当時新人っていう枠組みの中での出演だったんだけど、パフォーマンスのレベルがすごい高くてびっくりしたのね、うんうんうん、で特にさ BTS ってラップラインがすごい上手だなと思ってるんだけどさ、うん、なんかスキズがさチャンビンとハンのラップがさもうすごいかっこよくって、うん、あなんかこのステージをこなせるんだって思ったの、うんうんですごい印象に残ってて、でその後にその流れで新メニューを続けてやったんだけど、うん、その自分たちへの曲の持っていき方、そのディオニソスから新メニューへの流れもすごいかっこよくて、うん、でその BTS のカバーをやるっていうので結構 SNS でもこう注目されてたんだけど、うん、その分その新メニューのかっこよさでなんかもうあースキズ見つかったなって私的にこう確信したっていうか誰やねんって感じだけどなんかあーこれで彼らの凄さがみんなに伝わったなって思えたステージだったから1個選びました。はい、でもう1個も2020年の年末になっちゃうんだけど、うんうん、ママのステージで、うん、でこれはなんか出演が結構直前で決まってキングダムの前だったから、うんうん、キングダム出演のスコじゃないかなみたいなもうすでにこう SNS で話題になってたんだけど、うん、こうステージ始まって、うんうん、あもうこれもろキングダムだなって、うん、そのコンセプトがキングダムだったからあこれは出演するんだなって思ったステージで、でもう何よりもヒョンジンがとにかくこれはかっこよくて、うんうんなんかヒョンジンが王様みたいなコンセプトだったんだけど、うんうんうん、スンジョンカ、うんうんうん、を歌ったんだけどさその迫力がもうすごくて私的にはこの年のママで一番印象に残ったのがやっぱりこの彼らのステージだったのね、うんうん、でこのステージが終わった後にあのアチズとドボイズが、うんはい、彼らジュヨンさんが出てきて、はいはい、でああもうこれはやっぱキングダム出るんだこの3グループはキングダム出るんだっていう風に確信して、うん、すごくキングダムへの期待も高まったステージだったんじゃないかなって思って、うん、このステージを選びました、はい、で私もすごい2つ選ぶの迷って、うんでサバイバルの最後の全員バージョンのエレベーターのステージとかそれこそキングダムに出た時のウルフギャング最後の優勝した時のステージとかもうほんと捨てがたかったんだけど私はあの2020年にスキズに沼ったんですね。なのでこの2020の年末のステージ2つを選ばせてもらいました。
いやーいいね。てかさ、もうこれ聞いてるだけで、もう今年の年末の歌謡祭楽しみだなって今思いながら聞いてた。やっぱ年末のさ、この力の入れ方すごいもんね。大好き、うん、本当に。まだ7月だけどもうそれを楽しみに生きてる。いや、わかるわかる、うん、楽しみだね今年も。ねで最後にまた私から今度は Tomorrow by Together の好きなステージを選んだんですけど、うん、これもめっちゃ悩んで、ちょっと1個目これで合ってるのか本当わかんないんだけど、うん、2019年の KBS 歌謡祭 の、 あの年末のやつで、うん、シャイニーのヌナノムヤッポっていう、うん、あのリプレイかな、あの英語の題名の曲を、うん、あのツバーがカバーしたやつを選びました、うん、これでいいのかな、もうこれにしました。なんかなんでかっていうと、なんかなんだろうな、もともとこの曲がめちゃくちゃ好きだ、シャイニーのこの曲がすっごい好きなんだけど、なんかなんだろうな、本当うまくね言葉に伝えられないんだけど、なんかねすごい泣きたくなるのこれ見ると、うん、なんかねなんか懐かしいような切ないような、なんかそういう雰囲気が出てて、うん、で私これあのリアルタイムで見てないんだけど、うん、なんかこの時ってまだ2019年だから結構前で、もう4年も前だからだいぶ彼らも若いんだけど、うん、なんかそのこの年のツバにしか出せない雰囲気でこの曲を踊ってる、うんっていうのがなんかすごい、なんかそれがすごく合ってて、なんか似合ってて、なんかすっごい好きで、なんか何度も何度も見返しちゃってるステージなので、これを一個、うん、はい、あの選びました。もうちょっと今とはまた全然違う雰囲気で、今は結構大人な雰囲気になってきたんだけど、この時はこの時で彼らの良さがあって、すごくこの曲に合ってていいなと思っております、うんうん、で2つ目はちょっと曲はあんまりあの限定してないんですけど、去年のロラパルーザ、うん、これな、うん、何回言って小田さん何回この話聞いてんだって、いやいやいや、いやあれは感じだけど、うん、やっぱ去年のロラパルーザのステージが本当に好きで、うん、いやなんかその前からツバのこと好きだったんだけど、うん、あなんかこんなに可能性がなんだろう広がってるグループだったんだっていうのをなんか再確認したというか、うん、すごいなんかツバの味色とかがなんか出てきたなっていうふうにもう思ってるし、うん、そうだね、なんかあの生バンドのツバを見たのも多分あれが初、まあ、そのなんかちょこちょこっとあったかもしれないけど、なんかしっかりステージとしてやったのも見たのも初めてだったから、うん、めちゃくちゃいいじゃんって思ったのと、なんかあの時さ多分確かアメリカツアーのを回って最後にロラパルーザだったから、うん、なんかその集大成みたいな感じで、なんか彼らもすごいなんか自信持ってやってたし、うん、とにかくなんか本人たちも楽しんでやってるのも伝わってきたし、うん、あとなんか全部ハンドマイクであのやったんだけど、まあ、とにかく実力が高いなと思って、うんうんうん、あの本当にすごいなって思って、あのすごい震えながら見たってなんか急に違う意味になってるな、あの心震わせていただいたステージだったので、でなんだろう、あれはさ何万人いたのかちょっと定かではないんだけど、まあコロナ禍でさなかなか実際のステージに立つ、お客さんの前に立つっていう経験が少なかった彼らがあんなに大人数の人のたちの前で、なんか何を感じたんだろうなとか何を思ったんだろうなっていうのもすごいなんか気になるし、本当にステージの完成度自体もすごく高かったので、うん、本当に私にとって忘れられないステージかなと思っています、うん、はい、っていう2つを選びました、うん
いいね、あのなんか最初の頃と最近みたいな。あ、確かに確かに、うん、そうそう、だからさ、本当にさ、なんていうの、アイドルのさ、うん、歴史の中で、うん、ここもいいし、ここもいいしみたいな、ちょっとずつ成長していってさ、うん、それぞれその時のなんかステージみたいなの、いいよね、うん、そうそうそう、これさ、ちょっと小田さんが考えてくれた企画だったんだけどすごい楽しかった、考えるの楽しかったし、つらかったっていうか、うん、選べないけど超つらかったけど超楽しかったからめちゃくちゃ良かったです。見てる皆さんのも知りたいね。いや、そうそうそう、絶対さ、確かにあれもあったわみたいな、うん、あるある、絶対あると思う。私ちょっとそう、うん、悩んでも、うん、もしかしたらまた今日家に帰って、うん、あれだったかもみたいな、あれも言いたいみたいな、そう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 ってなりそうだなってちょっと思ってたんだけど、うんうんうん、そうだからぜひ皆さんも好きなステージがあったら教えてほしいです、うん、はい、それとともに本当に自分たちがちょっと想像してたより早く250人の方に登録してもらってすごい嬉しい、嬉しいし緊張してます。ちょっと結構緊張してるよね、うん、そうだね、なんか、うん、でもあんまりそんなになんか、うん、いい意味で、うん、なんだろう、気負わずに、うん、変わらず楽しくやっていきたいなって言い聞かしてるけどちょっと緊張してるね、ね、だけどまあね、変わらずゆるい雑談を上げていきたいなって思ってるので、うん、皆さんも本当にゆるい気持ちで聞いていただけたら嬉しいです、うん、次は来るかどうかわからないけど一旦は500人を目指してまた雑談していきましょうかね。そうですね、うんうん、と思いますので、皆さんは引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ今日はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。またね、またね。